なんか AKB とエミーちゃんとイコラボちゃんとやらせていただきました。配信もねあったと思うんですけど、今日新衣装だったの、可愛かったよね。チャッシー会いました。差し入れも持ってきてくれて、うまい。ずるずるね、ずるいよずるいね。もう元々大好きな曲で、まあなんかコラボで一緒にやれたらファンの方喜ぶかなっていうところから、最初は直接やり取りしなかったけど、まあチャッシーがメンバーでみたいなの多分考えてくれて、もう最高、めちゃくちゃ嬉しかったです。歌割りもね結構サッシーも考えてくれたり、やっぱすごいわ、本当にいい曲。コラボやっぱ見たいですよね、せっかくあの3組一緒になるなら。でも歌割りこう出てきたら歌い出しとかも私にしてくれてて、サッシーが優しいなと思いつつ、サッシーめっちゃ叫んだって言ってた、ゆきりんありがたいです本当に。大好きな曲だったから本当に嬉しかったな。 AKB からはユイリーとなるちゃんとやらせていただけて、マイカちゃんとはなんか最後のところは向き合って歌うか背中向きかみたいなの先生が、ダンスの先生が言ってくださって、なんかどっちがいいみたいな言ったら、なんか背中合わせでって言われてじゃあそうしようって話しました。まあメンバーは私とサッシーの意向ですかね、 AKB のメンバーは。セットリストなんですけど今回、まあまあ基本的にはミオンと私がね最近よくやるんですけど、カウントダウン TV のフェスなので、カウントダウン TV さん側からの要望というか、もうとにかくみんなが知ってるような曲をっていうのが今回お願いされたやつで、でも確かに結果的にはそうだなと思いました。 AKB のファンだけじゃないし、ナミサプとかスカヒラとか私には思いつかないというか、フェスでなかなか思いつかない、だから、まあ、まあ有名なというかみんながわかる曲って言われて、やっぱりカチューシャとか真夏とか大声メイビーみたいなフラゲみたいなことになったんですけど、最近の曲やりたかったですよね。どうしても君が好きだとかリップグロスとかやりたかったんですけど、そうですね、誰愛はすいません、私のご利用しです、ごめんなさい。まあ誰愛はいわゆる坂道の子たちのこと好きな方も、もしかしたらこうなんだろうな、 AKB 好きでも、まあイコラブちゃんとかのみちゃん好きでも、例えば坂道のことも見てるっていうファンの方多分結構いるっぽいみたいな、私調べではない、ちょっといろいろ情報を得た結果。でも誰愛イントロ流れた瞬間やっぱおーってなってましたね。でもやっぱりオンリートゥデイとかファーストラビットとか AKB ファンじゃないと知らないかもしれない曲も、やっぱ AKB を見に来てくれたファンの方はいつものシングル以外でもやっぱり、あ、ここでこれ聴けて嬉しいながないとやっぱりちょっと申し訳ないというか、私がファンだったらね。とはいえやっぱり昔の曲で嬉しかったっていう声もめちゃくちゃあったので、やっぱいつも思うけど、メンバーと AKB ファンとなんか作る人と AKB ファン以外の人の全員が納得いくセトリなんかまあないなって思った、本当に。もういつもセトリ考えるから思うけど、帰り道他のファンが AKB すごいって言ってた、嬉しい、ありがとうございます。あ、富田奈々香ちゃん、そう、ノイミーのね、それこそずるいよずるいねのリハの時に奈々香ちゃんが声かけてくれて、今話すことじゃないかもしれないんですけどって言って、なんだろうと思ったら、鹿児島なんですみたいな。でも知ってたの、私ノイミーちゃんのメンバーが合格した時に見た時に奈々香ちゃんが鹿児島っていうのを見てて、あ、鹿児島の子入ったんだと思ってたの。そう、なんかちゃん、そう、すごい気さくにとか人懐っこい、可愛かった。歌も上手くて表現力もあって、ふん、大好きになっちゃった。もともとでも見てて好きだったんですけど、喋ってもっと好きになっちゃいました。みんな可愛すぎてね、いっぱい見ちゃったまあでもやっぱアイドル最高ってところにつきますよね。それぞれのグループの良さがあって、それぞれの好みがあるのはもちろんだし、でもいろんなアイドルを知ってみるっていうのはやっぱ楽しいですよね。本当に楽しかったな。イコラブちゃんはミリニャと喋りました。いつもお菓子もありがとうございますって。あとアンナちゃんも喋って、いつもインスタにいいねしてくれてありがとうございますって言われたみんないい子すぎ、最高でした。
みんな可愛くて至福のひとときでした。曲イコノイト、いいよね。やっぱサッシーの書く歌詞もいいしね。秋元さんの歌詞の良さもあるしね。色が出ますよね、やっぱ曲を作る人が違うと。イコノイで好きな曲、手遅れコーションも好きかな。あとさ、ミリニャのさ曲も好き。なんかハロウィンみたいな、あ、ポイズンがある、それポイズンポイズンみたいな、それ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 、ミリニャのあれもいい曲。キアラちゃんのソロみたいなのあるよね。キアラティアラ、それだ、それもめっちゃいい曲だった。パフォーマンスがとてもいいんだね、斉藤キアラちゃんも。いい曲多いよね。あとメンバー紹介のやつもめっちゃ好き、コラブちゃんの。楽しかったです。最初アウェイかなと思って気まずい感じにしてたけど、全然優しかったです。最高でした。いい刺激を受けました。あ、そう、あの全員集合の写真サッシーが撮ってくれたの。本当にサッシー自ら撮ってくれました。サッシーとは恥ずかしくて写真撮りませんでした。いっぱい喋ったのに。またいつか。